我が、愛しの、マリオネット。おはようございまーす。ティレット、申しまーす。今回はですね、2014年のフリーゲーム、我が愛しのマリオネットを実況していきたいと思います。こちらのゲームはですね、今明るーく喋ってますけど、ホラーゲームです。なので、 心臓が弱い方には、閲覧を控えていただくことをお勧めします。この口調、なんか、坊ちゃんみたい <laughs> <laughs> というわけで、久しぶりにホラーですよ。やりたいなと。なんかちょっと、ホラーをやりたいなと思ったんで、おすすめで、出てきたゲームをやります。 さあ、このホラーゲーム。僕はちなみにホラーゲーム体制がゼロですね。はい。<laughs> もう、精神的、あの、フラッシュ、フラッシュ系統に弱いんで <laughs>。いやー、恐ろしいな続きからは何もないね。あれどれで動くんだあ、Y か。さあ。ゆ、ゆみ。そう。ゆみ。俺の妹の名前だ。 ユミは、数日前に家出をした。だが、俺以外に、ユミを気にかける奴はいなかった。ユミを探さなければ、何かあったに違いない。家の中に何か手がかりがあるかもしれない。探してみようということで。あ、これが主人公、タクヤです。ちょっと歩くと、なんかちょっと、ちょっと気になるんだけど、ホコグラが、なんかちょっと登る感じになるんだけど、ちょっとなんか、高低差があるんだけど、気のせい。気のせいだよね。あ、タクヤ、兄。 セーブをしよう。セーブはこまめに書きましょうね。レベル5。装備を見よう。学生服。男子用学生服。うん。ウルファール PG エディターで作ったゲームですね。よし、じゃあ行こう。さあ、じゃあ調べれるとこは調べましょうか。一つずつね。ゴミ箱。ちょっと待って、待って。そろそろ溢れそう。中を調べますかまあ調べましょう。はあ 特に面しいものあいな。ついでに中を片付けておこう。んおーいなんで人形が俺の <laughs> なんで実写なんだよめっちゃ実写じゃねえかよ <laughs> すごい実写や。気味が悪い。そうだね。気味が悪いとかいうレベルじゃなかったな。ああ、2回目は別に変わんないのか。なんで実写なんだ <laughs> 急に実写出てきたからな。 それは新しいホラーゲー積んであったな。クリアしとくか。えって、そんな場合じゃない。そうだよ。こうだよ。眠くない。眠くない <laughs>。<laughs> じゃあ家の中ってことで、部屋の中はこんな感じだね。あの呪いの人形があったって感じだね。はい。ん何これ。あ、階段か。あ、へえ。家の感じが出てるね。 ん妹の部屋だ。鍵がかかっている。鍵を見つけてこいってか。家の感じ出てるね。こうして見るとね。ええー、三人用。スリッパが三人用だ。まずは家の中へ手がかりを探そう。外に出ることもあるってことかな。おー。ちゃんと、 なんか家の中が作り込んであんな。なんか一時やったフ,フリーゲームでさ、なんか恐ろしいほどのさ、家の狭さを体験したことあるんだけどさ、これはちゃんとしてるね。でも調べられるわけじゃないな。今こうやってカチャカチャやってるんだけど。テレビを見れたりしたるするわけじゃないと。うん。うわっ <laughs> もうね、もう部屋がね、部屋があれでしたよ。 さっきの人形のことを考えると部屋があれだったよね、もう。行くわいっか掛け軸。特に調べられない。座布団も調べたりはしない。これも調べない。もうこれじゃん一松人形だ実写だろ。あれ、実写出てこないの実写で出てくると思ってたんだけど。特殊めぼしいものはないなと。一松人形だって終わりか。 この背景の BGM がずっとこれで変わんないのも怖いな。家の中だからもっとさ、ポップンなミュージーング流してくれてもいいんだけどな。<laughs> イヤホンしてるから急に出られたら困るよ。イヤホンしてる以上はね、あゴミ箱は調べられないね。でも。ダンボール箱らガムテープが閉じられている。おい、大丈夫かカッターか何かがないと開けられないなと。カッターを探せばいいってことになるね。父さん、ここは父の部屋ってことだね。 ユ,ユミの写真だ。おぉ実写だね。<laughs> フリー素材だね。<laughs> おぉ、大丈夫か。あやっぱり変わった。うわ <laughs> ね、変わったね。2回目以降やっぱ変わったね。あ、なんだ、ランダムで発生するって感じか。ふーん。まあまあまあ、この程度じゃ驚かないっすよ、僕も。うん。体重は測れない。この程度じゃ驚かないですよ、僕は。 さすがにここにはいないよな。トイレが袋工事だぞ、完全に。風呂。ちゃんと作ってあんねじゃあ、カッター探しに行ったりすんのかなフラグとか回収しつつ。カッターを見つけた。よし、カッターでこれでフラグ回収だ。で、段ボール開ければいいんだね。段ボールに何が入ってるかだけど、まさかね、まさか開けてみよう。 父さんのものしかなさそうだな。んあれなんでこんなのがユミの部屋の鍵が。部屋の鍵を見つけた。そしてね、もう一回開けます、こっちも。うんうん。もう何もない。なるほどね。じゃあ、部屋の鍵か。妹の部屋の鍵か。セーブはこまめに書きましょうね。いつね。これでもいいように。これでも。いいようにね。鍵を使った。 思いのかファンシーですね。失礼しました。思いのかファンシーだったら、なんかここが血みどろとか開ける。え人のカバンって開けていいの開けます。メモを見つけた。許可になんかまあ読んでみよう。お風呂場に来て。これだけか。いや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 。ユミからさ、お風呂場に来てって言われたらちょっとドキドキするね。なんか。<laughs> ね、異性からのお誘いですよ。異性からの。ね。 家族からのお誘いですよ、きっと。鍵付きの日記鍵付きの日記あんのか。服が詰まっている。洋服が畳んである。おかしい。なぜ洋服はすべて残ってるんだ化粧道具がある。お風呂場に来てって異性の家族から言われるんだよ。ちょっとドキドキするね。まさか、この歳になってね。 何もないよこれは弓のかうわ何誰だ弓なのかドカってなんか落としたね。物音が。物音はしたけど。物音はしたけどね。ここら辺で物音がしました。物置き部屋かもしれません。違います。ああ、もうここ、あれもう一択ですよ。はい ほらー、市松人形動いた。市松人形ってさー、なんで毎回動くのかな <laughs> 思うんですけど、市松人形ってなんで動くんですかねお、近いねーあ。あー。わ。消えたどうなってんだよ。俺疲れてんのかな消えたぞ。あーって言って。<laughs> あーの声なら俺だって負けねえぞ。<laughs> あー で実況会ではですね、この実況を見る、初めて見る方のためにね、僕のあーの映像をお届けしようと思うんですけど、<laughs> 僕のあーの声なら負けへんでな、言うとくけど。<laughs> さあ、市松人形の話をして、あれなくなったね。ここにあったものなくなってるぞ。さっきあまりあったのに。俺疲れてんのかなって言ってたから、どうすんだろう。一回寝ろとか 眠くない。違うみたい。何か食うかあ食うのか <laughs> 何か食うかはいはいはい。疲れてるから物食うのね。そういう発想に至るのね。あーんでこっちに移動してくると。ふう意味は一体どうしてしまったのだろうかてか家族そのものが全員いないけど。そしてあの人形はん眠くなってきた。あーんで寝るのか はあ、あの、BGM のせいでなんかさ、いつまで経っても眠くならないんだけど、んあ、寝ちまってたのか、机の上でかよ。布団の上で寝ろよ。せめて。夢探さないと。さあ、多分変化してるんだろうな。ここのゴミ箱どうなったここは変わってないの変わってないね。<laughs> もう記憶喪失みたいになってんじゃねえかよ。何回も何回もやってるから。<laughs> じゃあ、お顔だ <laughs> いや、顔よ。 く、くるな <laughs> いや、生首。お、お、お、おおぃ、鬼、ちょ、ん、鬼ちょ。ゆみ、ゆみなのか <laughs> ゆみさん、ずいぶん可愛くなりましたね。はっユミか。くそ、ユミは無事なのかあ、なんだ、め落ちか。え、また、出てくるんじゃない 妹の部屋にいるんじゃないふっふっ変わってないなぁ、これは。ここは変わってないのか弓を探しに一階に。おお。外。外も行けない。一松人形は生首で出てくるか、普通。特になんか変わった場所は 変わった場所はない。この部屋にも。物置部屋に行けたりはしなーい。どうなってんだほい。携帯はなくなってるのは今更かよ。<laughs> だいぶ前よ。それ。あ、鍵がある。日記の鍵を見つけた。あ、鍵付きの日記の話だね。今度は。オッケー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 。鍵付きの日記の話だね。 ここにあるんだよ、鍵付きの日記が。はい。先生はやっぱり何も分かってくれなかった。お父さんと同じじゃ。だめだ。明日家出をしよう。もう疲れたしこの家にいたくない。もうお父さんの顔を見たくない。人形にされる前に逃げる。バレないように気をつけないと。ユミは父さんに見つかった。父さんが何の仕事してんの父さん何の仕事してんの何で人形にされる前に逃げるって。人形にされるって何なんだ お、割れたぞなんか。台所の方から音がしたと。台所の方ね。ふいっ。おー。じゃあ台所に行きます。物が割れる音がした。あれユミ無事だったのか。な、なんで包丁お、おい、ユう、ぐふあれ ゲームオーバー。なんかゲームオーバーの楽しいポップな音楽でも流しとくか。ゴルフクラブを見つけたなぜなぜ洗濯機の中にゴルフクラブがあったんだ <laughs> 俺が探すことを予想してたのか。いや、まあまあ何かないかなとは思った。なにこれ攻撃曲 5にくくはご。<laughs> 一番ウッド。装備をしないと使えない。いやいやいや攻撃力。5万3、5万3000です。私の戦闘力は5、3万です。<laughs> 53万。パロディネタだろ。<laughs> 絶対パロディネタじゃん。53万とか。よっしゃ、しょう、そう、勝負や。私の戦闘力は53万です。ゴルフクラブバさ包丁。く、く、たくやか。お前。 本当に意味なのかさあ知らんなもしかして。ははは気づいてしまったか。なら死んでもらおうなおおお逃げれませんまずは家の中で手掛かりを探そう バカ野郎はぁ、はぁ、あはあ、あやはりこれを使うしかないか。終わりだ。すまん、ユミ。ゴルフ五53万だからね、強さは。え俺は気を失ったユミが物置部屋の鍵を持っているのを見つけ、それをすがって部屋の鍵を開けた。なんで物置部屋にいきなり、 弓を置くのか弓をここに置くってことか市松人形。実写か違う。父さんの手記だ。弓。私の美しい娘。いつまでも弓と共にありたい。私が弓になれば、その夢も叶う。なんだ せ、なに性転換してんのかおめぇ。<laughs> 私がユミになればそのユミも変わるってどういうこと <laughs> ユミ死ぬまで一緒だ。なに合成したの合体したの <laughs> ユミの意識は仮の夢のものに入れておこう。やはりあのユミは父さんだったのかいや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 ちょっと待って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 、どういうことあなたと合体したい創世の悪霊もびっくりだよ。<laughs> 父さん狂ってる。本当だよ。体を奪われたユミはどうなったんだうわ 一末人形やん。よし、今助けるぞ、ユミ。どうやって助けるの <laughs> おうユミ、戻ったかんお、兄ちゃん。大丈夫かなよかった、戻ったようだな。うわー、痛いよーおい、どうしたんだ頭が痛い。あー、もしかして、ゴルフクラブろ。ゴルフクラブ いやあ、と、と、父さんが襲ってきた仕方なく攻撃を。ひどいす,すまんはあ。特に大丈夫なんだね。お父さんはわからん。元の体もないし、もしかしたら。そう。ユミを助けた後、俺たちは床下に隠されていた父さんの死体を発見した。父さんがユミの体に入った後、隠したんだろう。 どうせこんな怪事件のことなんて話しても誰も信じない。そう考えた俺たちはこのことを二人だけの秘密とし元の日常に戻った。戻れないよ <laughs> 下意気下意気下行きちょっと。そういえばユミを探している時に出てきた人形の化け物の正体もわからない。人形に閉じ込められたユミの助けを求める念が具現化したものなだとか そもそもあんなものは存在していなくて、すべては俺の妄想に過ぎないだとうが、いろいろな可能性がある。うん。ただ、変わったことが一つある。この怪事件以来、ユミはあまり感情を表に出さなくなった。えどんなことがあっても無表情のユミは、あの市松人形の顔そっくりだった。 そして、俺が心配した声をかけるとユミは途端に張り付いたような笑顔でこう言うんだ。ごめんね、お兄ちゃん。私、この前まではずっと同じ顔だったから、ついさ、大丈夫だよ。私練習するから。 すぐに元の弓と同じになるよ。あれへ <laughs> どうあがいてもバッドエンドなのでは、それは。終わった。<laughs> どうあがいてもバッドエンドなんじゃないかと思うんだけど、それはそれで <laughs>。あの、他のもん調べりゃよかったね、それやったら。 他のもん調べてくるわあの写真立てとかさあのあっちの方調べりゃよかったねさあ鈴田さ,さんありがとうございました最後に脅かしがあることを分かっています僕はこの手のホラーゲーム最後に脅かしがありますはい来るんでしょバーンってキャーとかあれ ないなかった。やらないな